宇佐市で起きた強盗殺人事件は、検察側が死刑を求刑し、弁護側が無罪を主張しています。司法の判断を見届けようと、傍聴権を求める長い列ができています。今日午後2時過ぎの大分地裁です。傍聴権の抽選が行われまして、64席に対し325人が並びました。判決が注目された今回の裁判。

警察が逮捕したのが佐藤昌一被告でした。佐藤被告はその後、強盗殺人の罪などで起訴。異例の長さとなる2年以上の後半前整理手続きを経て、今年5月から大分地裁で裁判員裁判が始まりました。すべて僕はやっていません。僕は犯人ではありません。 初公判で佐藤被告は起訴内容を全面的に否認。弁護側も無罪を訴え、検察側と主張が真っ向から対立しました。先月17日、検察側は死刑を休刑し、裁判は決心。死刑の休憩は大分地裁の,裁の裁判員裁判としては初めてでした。そして今日判決公判が開かれました。 主文後回し主文後回しとなりました唐島康隆裁判長は冒頭結論にあたる主文を後回しにして判決理由の読み上げから始めましたこの中では被告が犯人であると優に認められる不合理な弁解を続け反省の態度を示していないなどと指摘そして主文被告人を死刑に処する 検察の休憩通り、佐藤被告に対し死刑を言い渡しました。大分地裁での死刑判決は、1980年以来44年ぶりで、2009年から始まった裁判員裁判では初めてです。この判決に被害者の遺族は。また、複雑な心境も語りました。 なんで本人が犯人を教えてくれないのか、なんでどういうわけで殺したのか、一方、この判決について、無罪を主張してきた弁護側は今日の判決についてはです、ね、想定していた中でも最悪の。 判決だといいうに理解してわれ我々はあのもう本日控訴をする予定にしております。その上で控訴審では逆転無罪を勝ち取るため活動をしていきたいと話していました